どうもつやです。三国志のクライマックスの一つ赤壁の戦いですが、いろいろ調べてみると非常に怪しいです、まあ、何が怪しいかというと、物語が脚色しすぎてイメージ先行しすぎという三国志あるあるがボロボロと出てくるんですね。赤壁の戦いとは、西暦208年河北を制圧した曹操が南下し、孫権と劉備を撃破しようと仕掛けたにもかかわらず、孫権劉備の連合軍に返り討ちに遭い大敗したというものです、まあ、そこには国国策という敵を欺く策略があったり、連環の計という水上要塞を作り上げた作戦があったり、最後は家計で曹操の大船団焼き払うというスペクタクルです。おまけに諸葛亮は祭壇なんか作って風を呼んだり、関羽がかつて世話になった敗残の曹操を義理を持って助けるという物語があったりするわけですが、実際はもっと地味だったっぽいですね。そもそも赤壁がどこだったかすらよく分かってないんです。今赤壁に行くと赤い文字で崖に赤壁って刻印されてるんですけど、唐の時代に刻まれたものです。唐の人が大船団が赤々と燃え、その照り返しで壁が赤くなったと思って赤壁なんていうわけですが、全部想像です。まあ、唐の時代から400年くらい前の話ですから分かるわけないですよね。まあ、そもそも赤壁の戦いがなぜ起きたというところからなんですが、曹操は赤壁の戦いの前年までに河北に勢力があった袁紹の子供らを地上から消し去りました。真の意味での天下分け目は関東の戦いであったんですが、その南極を越えた曹操にしてみれば、あとは全部紹介試合のはずでした。南下する曹操を前に慶州を治めていた劉表は病死し、その息子の劉宗は無条件で降伏してしまいます。西防不戦、関数、王さんらの進言に従ったということですが、彼らは全員慶州に権益のある豪族あるいは名士たちです。降伏した後彼らは厚遇されています。まあ、つまり彼らは下手に戦って死ぬよりも曹操に降伏しても今の状態をキープできると分かってたんですね。それに劉宗自身も皇室の出自ですから、彼もまた降伏したら厚遇が約束されていたわけです。ところがこの降伏に関して劉備には一切知らされていませんでした。仮に劉備が知ったら抵抗するかもしれませんし、知らなくても結局彼らにとっては他人、しがない傭兵集団ですから切り捨ててもいいわけです。諸葛亮が劉宗を撃って慶州を奪ってしまえと進言したんですが、劉備は忍びないと言って断り逃亡します。まあ、本音は忍びないというよりも勝てる自信がないと言った方がいいでしょうね。お決まりの逃亡です。繁昌という曹操勢力の最前線にいたんですが、逃げ出すわけです。この後は長藩の戦いと言われるものですが、戦いというよりも曹操軍によるワンサイドゲームですね。劉備は惨敗を喫します。この時、10万以上の民がついてくることになりました。南下する劉備は1日に10里余りしか進めなかったと言われていますが、彼らが目指していたのは高陵で、そこには軍需物資が大量にありました。曹操は劉備に先に奪われては困ると思って5000の兵で追撃をします。この時劉備はいつものように妻子を捨て、民を捨て、諸葛亮と身一つで逃げ出します。その途中趙雲が後、まあ、後の劉禅と関婦人を保護しましたが、劉備の娘2人は曹純に捕獲されたと書かれています。なお趙雲は劉備の護衛隊長として活躍した人で、この時は劉備が捨てた子供を拾って劉備に届けますが、劉備は子供を投げ捨てて、お前ほどの勇者を失うところだったと趙雲を称賛します。この辺のエピソードは違和感しかないですよね。まず子供を平気で捨てて逃げるということは、今までの逃亡生活の中でも一度や二度ならずあったと思われます。何しろこの頃の劉禅は赤子ですが、劉備はすでに初老ですから、劉備には子供を捨てて逃げた前科があると思われます。というか、まあ、捨て慣れてますよね。そして趙雲のエピソードは高祖劉邦に対する加工への話に酷似しています。陳寿も趙雲を加工へっぽいみたいな評価をしていますが、劉邦もまたかつて高羽から逃げるときに馬車の足が遅くならからと子供二人を蹴落としています。劉一族というのはそういう人たちなのかどうかわかりませんが、劉備を劉邦に固くし、漢王朝の政党を受け継ぐのは劉備と暗に示しているわけですね。張飛や張雲の活躍でなんとか河口まで逃げ延びるんです。そもそもなぜ劉備に民がついていったのかということです。人徳があるからとか意味不明な説明がされていることもありますが、劉備の来歴から考えてそれはないです。そもそも10年ほど前に曹操は徐州に侵攻する際に親の仇を討つとか、刀剣を倒すために虐殺行為をしています。この記憶は最近のもので、徐州の民は難民化し、当時は平和だった慶州に流れ込みます。その記憶があるので、曹操がやってくると聞いて、慶州はすでに無条件降伏してしまったので、他に保護してくれそうな人が劉備しかいないという状態だったんです。なおこの流民の中には諸葛亮がいたことは有名です。また普通ならこんな集団がいたら絶対に曹操に勝てないです。でも受け入れたわけですよね。劉備軍団は最初から曹操とまともに戦おうなんて思ってないから受け入れたと言ってもいいです。つまり劉備軍団が逃亡する際に10万の民衆を盾にする、あるいは目くらましにするために受け入れたと言ってもいいでしょう。
またその裏には慶州名思想の分裂もあったかもしれません。何しろ慶州の支配層はさっさと早々に降伏を決めてしまっています。彼らと反りが合わない、あるいは彼らのように厚遇されない人たちは早々政権に参加できないんです。だから一緒に逃げたということもあり得ます。こうしてたくさんの民衆を引き連れて逃げ回っている劉備ですが、一方の孫権はどうだったのか。こちらはこちらで曹操と戦う準備なんでまるでできていませんでした。孫氏政権のその基盤は、政権の創設までに引き入れた各地の軍人たちと基盤となる皇統支配を盤石にするために引き入れた名思想のモザイク国家です。そのために国論がまとまらないんですね。曹操がやってくると聞いて多くの名思想は降伏を進言します。慶州と同じパターンです。特に名士代表の長将が降伏論を唱えるんですね。孫権は果断な決断ができないのは、彼ら皇統支配に影響力のある人たちを納得させないと、いざ曹操と戦うとなっても内部分裂を起こしかねないからです。彼らは降伏してもその支配に対する影響力から厚遇されることは間違いありません。孫権の家来の露宿は、孫権には自らと違い曹操に降伏しても身の置き所がないと説き、降伏論には孫権にとって利がないと説きました。要するに、自分たちのような名士出身じゃない孫権は降伏しても厚遇されることなんてないよというわけです。そんなことは孫権も分かってるんですが、孫権の力ではどうしようもない状態だったんです。そこで露宿は劉備を引き込むことにしました。劉備は慶州の非主流の名士たちに人気がありましたから、慶州を治めて間もない曹操に対しては十分に使えるカードとなります。またそもそも彼の頭には曹操に対抗する勢力を作り出したいというものがあり、劉備に慶州を貸して育てようということも考えていました。それに急防している劉備に恩を売ることで、孫権にとって使い勝手が良い駒にしようとも思っていました。もっともそれは劉備が常人であればの発想ですね。そもそも露宿は最初から天下三分も考えていました。オリジナルは蘇韓戦争の際韓信に進言した回答ですが、そこから着想を得て江東を拠点に第三勢力を育成し、曹操に対抗させている間に孫権が皇帝になって天下を統一するというものでした。それまでは孫権の指針は長江が唱えた官室を支えていくというものでした。これは当時の明治の目標であり価値観であったんですけど、官室にとって変わるなんてことはありえなかった発想です。これを露宿は提示したんです。これは多分ですが、露宿が伝統的な儒教エリートではなかったからでしょう。彼の家は金持ちで、周瑜が援助を露宿に頼んだ時、持っている2つの蔵のうち片方をそっくり与えたことによって名士の仲間入りをした経緯があります。つまり経済的な価値を名声に置換したんですね。なので儒教的な特目があっての名士入りではなかったんです。当然ですけど、儒教エリートの長江や長相とは非常に仲が悪く、長相は露宿の不尊さを咎め何度か非難したと言われています。諸葛亮の徳三分の計は劉備たちが生き残るための生存戦略ですが、露宿の徳ものは時代を変えていく力があったものでした。そんなことを考えている露宿ですから、官室を包帯して攻め寄せてくる曹操なんかに下るということはありえないんです。当時はまだ曹操は官室に忠実で、その官僚たちも儒教エリートたちが集まった組織でした。露宿はもう一つ孫権に提案しています。それは周瑜の召喚です。周瑜は軍隊を握っているだけでなく、江東の周氏といえばその地方において圧倒的な名声と実力があった家柄です。要するにその地域における圧倒的な実力者だったんですね。周瑜が開戦すると決めたら、あっという間に開戦することになりました。孫権ではどうにもならなかったことを周瑜はあっさりとやって動けるんです。それくらい君主の力よりも周瑜のような名士豪族の力が強かったんです。そもそも孫権が政権を継いだ時、皆が孫権を舐めている中で、周瑜だけが君臣関係をはっきりさせて孫権に敬意を払ったんで、ようやく君臣関係が定まったと言われています。周瑜は軍神の会議で曹操を漢の族と呼び、それへの抗戦を主張し、曹操軍が抱える数々の不利と自軍の利を降伏の軍神に説いたんですね。まあ、いわく冬は疫病が流行るとか、曹操の水軍は弱いとか、士気が低いとか、まあそういう全く根拠のない話ですが、ともかく孫権たちは曹操に挑むことになりました。曹操の軍団はどうだったかというと、主力は慶州降伏の際に一緒に降伏した兵団です。つまり強力な水軍を持ってるんです。慶州水軍は孫策孫権が手こずっていたわけですから、弱いなんてことはないです。さらに曹操は孫氏政権が自戒するのを待つ余裕もありました。慶州が無傷で手に入ったので、今回も同じようになるだろうと思っていたんです。当然ですが、曹操は不安定な孫氏政権の切り崩しを図ります。しかし実は準備不足という側面もありました。核は拙速であると還元しています。最低は3年の準備が必要なんじゃないかというんですね。ところが曹操は慶州も手に入ったし、士気も高揚している今がチャンスと思ってしまうんです。そして孫氏の動向を見ているうちに、風土病で兵がバタバタ倒れていくようになります。みんな風土病のことは知っていました。だから準備が必要なんて言ってたのに、曹操はその辺甘く見ていたようです。
つまり戦う前に風土病で孫曹軍は弱っているんですね。風土病といっても何なんだということになるんですが、チフスとかも言われてますが、実態は寄生虫のようです。下痢や嘔吐を誘発するもので、昔からそしてこの後もこの辺りは病気が蔓延する地帯になっています。曹操は陸攻を周囲に捉えたため、水上に陣を引くことを余儀なくされます。赤壁の戦いが始まる前に曹操軍は疫病で弱っていますが、それでも10万の兵がいます。これに対して周囲は3万弱でした。劉備なんかは内心では周囲が必ず撃破できると信じられなかったために、後方に下がって2000の兵を率いて関羽張飛と共に動かず、周囲に協力をしようとしなかったと言われています。要はいつでも逃げられるようにしておいたという状態ですね。まあひどいやつです。周囲は周囲で曹操の軍団が疫病でひどいことになっているのは知っていますが、兵が少ないので決定打を打てない。曹操は疫病で決戦どころではない。お互いに睨み合いが続くんですけど、曹操は利がないと判断し撤退を開始します。そして高陵に曹仁を置いて引き上げていきました。兵の大半が撤退する曹操軍に襲いかかった周瑜と劉備の軍にやられます。敗残兵の多くは飢えと病で死んでいったとも言われています。劉備は軍船を焼いたとの記述もありますが、決め手は疫病で、しかも追撃戦による勝利というものでした。ただ曹操はそれで痛手を被ったかというと、戦力的には北方に主力を置いていたので、そこまで大きな痛手はなかったと言われています。ただ江東平定の機会は完全に逸してしまったので、曹操による天下統一はならなくなりました。つまり赤壁の戦いの実態としては以下のようになります。まず疫病の蔓延で曹操の軍団が弱体化します。このまま長く退陣しても被害が増えると判断した曹操は撤退を決めます。劉備と周瑜は曹操の軍船を焼き追撃に入ります。そして曹操は大敗するという流れが妥当でしょう。その後慶州は周瑜が制圧を開始します。周瑜が曹仁と戦い負傷するというアクシデントはありましたが、医療と高陵を制圧することができました。周瑜はその後益州に進出しようと考えてましたが力尽きます。周瑜は慶州の長江南岸の地を劉備に分け与え、劉備は慶州の南岸に軍を駐屯させ、近隣の公安に軍部を置いてました。劉備を全く信用してなかったんですね。しかし劉備はこれでも市民を養うのは足りないと考え、呉の形状に赴いた時に直接孫権のところに慶州の数軍を借りることを頼み込みに行きます。この時周瑜は孫権に上訴し、劉備を籠絡して劉備と関羽張飛を分断し、両将を自ら率いると検索しましたが、孫権は劉備の勢力を育成し曹操に対抗することを考えていたために却下します。後から見ると孫権にとっては重大な判断ミスです。周瑜は益州に進発する途中で病で倒れてしまいます。後任のロシクは前述したように劉備育成を考えていたので、方針も変更し劉備との協調路線をしばらくの間たどることになります。劉備はどうしていたかというと、一時期は完全に孫権の家臣同様の立場でしたが、南軍平定に周瑜から兵を借りるや瞬く間に四軍を平定します。その後慶州の僕を自称します。名目上は慶州は孫権の領土でしたが、実質的には劉備の領土です。ロシクや孫権は劉備を使いこなすつもりでしたが、劉備はそんなに甘くなかったんですね。かつて曹操が同じように劉備を使いこなそうとして、軍神から劉備はそんなやつじゃないから殺せと言われて殺せなかったように、孫権もまた周瑜に散々忠告されていたにもかかわらず劉備を使いこなそうとするわけです。結果的には劉備はこの慶州の領土を踏み台に益州を制圧し、慶州をめぐって孫権と争うようになっていくわけです。